フリスト・ストイチコフ、フリスト・ストイチコフ、クリースト・ストイクコブ、1966年2月8日大は、ブルガリア・プロブリフ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、現役時代のポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。1990年代に、FC バルセロナの中心選手の一人として、リーガ・エスパニオーラ優勝などに貢献。 ブルガリア代表としても1994年に行われたワールドカップアメリカ大会において6得点を挙げ得点をなり、同国のベスト4進出、最終成績は4位に貢献し、バロンドール欧州年間最優秀選手賞を受賞。現役引退後はブルガリア代表などで監督を務めていた。ブルガリア中部にあるプロブディフ州の州都プロブディフで生まれる。 幼少の頃から活発な性格で勉強は得意ではなかったが運動能力に恵まれ小学生時代には陸上競技の学校代表に選ばれ100メートル走でブルガリアのチャンピオンとなった経験を持つなど当時ストイチコフを指導した教師から世界的な陸上競技選手になると太鼓板を押されたほどだったまた陸上競技だけでなく サッカーやボクシングなど様々なスポーツに親しんでいたが、10歳の時に地元のサッカークラブで FC マリツァプロブディフのスカウトに勧誘されて同クラブの株組に入団し本格的にサッカーを始めることになった。1982年に f c へブロスに入団し、キャリアをスタートさせると、1984年に国内の競合クラブであるクスカソフィアに移籍。 1984から85のシーズンのブルガリアカップ決勝のレフスキ・ソフィア戦は、投騒ぎや退場者を出すなど荒れた展開となり、あとに8人の選手がコミニストのモラルに反する行為として、出場停止処分を受けたが、この中にストイチコフの名前が含まれており乱闘騒ぎに、加わったクスカの選手の中で唯一人永久、追放処分を受けることになった。 10ヶ月後に処分が解除されると、チームに復帰を果たし、ディミタールペネフ監督の下で、レギュラーに定着。クスカでは、リーグ優勝3回、1987年、1989年、1990年、カップ優勝4回、1985年、1987年、1988年、1989年、スーパーカップ優勝1回、 1989年、個人としても、国内リーグで1988から89シーズンに23得点、1989から90シーズンに38得点を挙げ2年連続で得点王を獲得し1989から90シーズンにはヨーロッパのリーグでの最多得点者に与えられるゴールデンブーツ賞を受賞した。 国際試合では1988から89シーズンの UEFA カップウィーナーズカップで準決勝進出し貢献。準決勝ではスペインの FC バルセロナに敗れたものの、この時のプレイブリがバルセロナの監督を務めていたハンクライフの関心を集め、1989年夏に両者間の話し合いが行われ遺跡金450万ドルの5年契約で、 遺跡に合意した。しかし、当時24歳だった、ストイチコフの遺跡に関して、ブルガリア政府は難職をし、年齢が若いため国外でプレーすることを認めない、として、許可はすぐには与えず、国外でプレーするには、下部組織で2年間、プロで5年間の期間を全うするとの政府の条件を、のみ、バルセロナへの遺跡を1年先延ばしして、クスカでプレーをすることになった。 1990年夏に FC バルセロナ移籍ストイッチコフを獲得した理由について、ヨハンクライフは我々のクラブにテクニシャンは大勢いるが、彼のような強い個性とアグレッシブさを持ち合わせる線を必要としていたと語っている。同年12月5日に敵地で行われたスーペルコッパのレアルマドリード戦で不利な判定を受けたことで主審に抗議し退場処分を受けたが、 この判定に怒りをあらわにし、審判の足を踏みつける報復行為を行ったため、物議を醸した。この審判への暴力行為に対し6ヶ月、あとに2ヶ月に免除の出場停止処分を受けた。処分が明けると、スタメンに復帰を果たしミカエル・ラウドルップや、ロナルド・クーマンらと共に6年ぶりのリーグ優勝に貢献。翌1991から92シーズンには、 ミシェル・プラティニの紹介により、フランス・パリ・サン・ジェルマンから、同シーズン終了後の移籍に関する好条件のオファーを受け借り契約を結んだが、リーグ戦でのレアル・マドリードとの優勝を争いの末に、最終戦で連覇を決めると、サポーター気持ちを裏切ることはできないと残留を決意。同年5月の UEFA チャンピオンズカップ決勝では、イタリアの UC サンプドリアを延長戦の末に1から、 例で下しクラブの初タイトル獲得に貢献した。また1992年のバロンドール、欧州年間最優秀選手賞の選考では、同賞の受賞はならなかったもののオランダのマルコ・ファン・バステン、98票に次ぐ得票を獲得し、80票2位に選ばれた。クライフは当時を振り返りと語っている。1992から93シーズンには、 ブルガリア代表の試合との兼ね合いからクラブとブルガリアサッカー連盟の間のトラブルに巻き込まれたこともあり一時期スランプに陥ったリーグ戦は前シーズンと同様にレアル・マドリードとの優勝争いとなったが最終節のレアル・ソシエダ戦で決勝点を決める活躍で3連覇に貢献。1993から94シーズンにブラジルのロマーリオが加入。 チームに所属する外国籍選手はストイチコフ、ラウドルップ、クーマンの4人となり誰が試合に出場し誰が控えに回るのかが焦点となったがストイチコフはポジションを獲得しロマーリオとのコンビで攻撃陣を牽引リーグ戦ではデポルテボラ・コルーニャとの優勝争いにセリカチ4連覇を達成したクライフ監督に率いられた当時のチームの通称エルドリームチームは クラブの歴史上でも最も強いチームの一つと評され、ストイチコフ自身もバルセロナサポーターの人気を獲得した。1994年にブルガリア代表での活躍、後日もあり、バロンドールを受賞したが、その一方で、監督のクライフとの関係に亀裂が生じるようになり、ラウドルップとアンドにすびされたを放出し、クライフの息子であるジョルディ・クライフをレギュラーに投与した。 ことなどを公然と批判した。1995年3月に行われた UEFA チャンピオンズリーグ1994から95準々決勝でパリ・サンジェルマン、ニレールとストイチコフは私を取るのか、クライフを取るのかとアピールし、解任を求める行動を起こしたが、ファンやクラブ幹部の支持を得ることはできなかった。1995年夏に、 イタリアのパルマへ1500万ドルの金額で移籍。翌1996年にクライフが健康上の問題により退任し、ボビー・ロブソンが監督に就任したこともあり、バルセロナに復帰。1996から97シーズンの UEFA カップウィナーズカップでは、決勝でフランスのパリ・サンジェルマン FC、下しタイトル獲得に貢献した。 しかしロブソンが1シーズン限りで退団し、翌1997から98シーズンに、ルイハン・ハールが監督に就任すると出場機会を失い、フルスノクスカ・ソフィアやサウジアラビアのアルナスルへ、レンタル移籍をした。1998年に J リーグのカシワ・レイソルへ、移籍、デビュー戦となった同年7月29日のビッセル神戸戦ですぐにゴールを決めた。 1999年は4月の浦和戦、名古屋戦、神井大阪戦、5月5日の市原戦まで4試合連続ゴールを決める活躍をしたが、UEFA 欧州選手権の予選出場のために、チームを離れると、再びレーソルに戻ることはなく退団、引退と伝えられた。2000年からは、アメリカ合衆国のメジャーリーグサッカーのシカゴファイアーへ、 加入し、同年度の優勝を決める MLS カップに進出し、準優勝に貢献。2003年に、同じく MLS の D、C ユナイテッドへ移籍して、アシスタントコーチ兼選手を務め、シーズン終了後の同年12月に現役を引退した。引退試合は2004年5月に、バルセロナの本拠地である、カンプノーで行われ、往年のエルドリームチームの一員として、 ボビー・ロブソンとディミタル・ペンネフの率いる世界選抜と対戦。ストイチコフは開始10分間に2得点を挙げ自らの引退の花道を飾った。ブルガリア代表としては1987年9月23日に行われた UEFA 欧州選手権1988予選のベルギー戦でデビュー。翌1988年1月22日に 行われたカタールとの親善試合で代表初得点を決めた。1994年に開かれたワールドカップアメリカ大会ではクラシミル・バラコフやヨルダン・レチコフらと共にチームを牽引しグループリーグ3試合で3得点を挙げに入れ決勝トーナメントへ進出。同1回戦でも自ら1得点を決めると PK 戦の末にメキシコを下し、 準々決勝へ進出。準々決勝では前回優勝国のドイツとの対戦となったが、この試合では75分に1から1の同点に追いつくフリーキックを目勝利に貢献し、ワールドカップの歴史において1962年チリ大会、1966年イングランド大会、1970年メキシコ大会、1974年西ドイツ大会、 1986年、メキシコ大会と過去5回出場しながら16試合6引き分け10敗と1勝も上げることができなかった同国を初のベスト4進出に導いた。ストイチコフは準決勝のイタリア戦でも1得点を、決め大会通算6得点を上げ、ロシアのオーレグ・サレンコと共に大会得点王になった。ストイチコフは当時を振り返り次のように語っている。 1996年の UEFA Euro96 では3得点を挙げたもののグループリーグ敗退に終わり、ペネフ監督の退任やブルガリアサッカー連盟の内紛に抗議して代表参加をボイコットしたが1年後、ペネフの公認のフリスト・ボネフの説得により代表チームに復帰。1998年のワールドカップフランス大会に出場したがグループリーグ敗退に終わり、 1999年6月9日に行われた UEFA e u ロ2 0 0 0予選のイングランド戦を最後に代表から退いた。ストイチコフは国際 A マッチ83試合に出場し37得点を挙げた。2004年7月15日 UEFA e u ロ2 0 0 4終了後に辞任したプラメン・マルコフの後任としてブルガリア代表監督に就任。 成績不振により辞任。2006FIFA ワールドカップへの出場を目指すが、同年9月から始まった欧州予選ではスウェーデンに連敗を喫し、クロアチアに1分1敗と負けコすなど4勝3分け3敗、勝ち点15の成績で予選敗退。ワールドカップ出場を逃したことで多くの批判を浴びた。続く UEFA e ロ2008予選でも指揮を取ったが、 2006年10月13日に首相のスティリアン・ペトロフがストイチコフの下ではプレーする意思はないと代表チームからの引退を発表2007年3月28日にホームのソフィアで行われたアルバニア戦で0の0と引き分け2勝3分けの成績となりグループ3位に交代すると再び批判を受けたブルガリアサッカー連盟は同年4月10日に ストイチコフから口頭で G が伝えられ承認したことを発表した。同日、スペインのセルタデビーゴの新監督就任。就任時に降格圏内の18位にいたセルタは、その後も成績が上昇せず、2部リーグへの降格が決まったがクラブは、ストイチコフの続投を発表した。しかし2部リーグでも11位と低迷を続けていたこともあり。 同年10月8日に監督を解任された。2009年6月29日、南アフリカ共和国のマメロディサンダウンズの監督に就任し、翌2010年まで指揮を執った。2012年1月、母国のリテックス・ロベチの監督に就任。2013年6月、フルスクスカ・ソフィアの監督に就任したが、 クラブ首脳陣との間で信頼関係が崩れたことなどを理由に同年7月8日に辞任した。左足での正確なプレースキックとスピードを生かしたドリブル突破が特徴。身体能力が高く緩急を自在につけることで相手守備陣のリズムを狂わせ、また味方を生かすアシスト能力、ペナルティエリア内での得点能力を持ち合わせており、 様々な攻撃的なポジションをこなすことが可能だった。一方で、バルセロナ時代の監督だったクライフは、ストイチコフのプレーを評価しながも、左足だけでしかプレーできない問題があり、選手として限界があったと指摘している。欧州サッカー連盟創立50周年を記念して2004年に、開催された UEFA ジュビリーアウーズの際には、ブルガリアサッカー連盟により、過去50年間、 1954年から2004年におけるブルガリア最優先手に選ばれた。また1999年にはワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で48位に選出。2004年3月にはペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人にブルガリアから唯一選出されるなど同国最高の選手と評されている。 感情の起伏の激しい人物としても知られる。審判の判定に必要に食い下がり抗議する場面がしばしば見られ、時には退場処分を受けることもあった。メディアでは審判の敵として扱われることが多く、その言動は物議を醸したが、バルセロナ時代のチームメイトだったラウドルップは、ストイチコフの人物像について次のように語っている。また、 カタルーニア州や FC バルセロナや愛着を持つ一方で、ライバルクラブであるレアルマドリードに対しては、批判的なことでも知られる。2003年シーズン終了時の成績1519500975、83311200、83 4 8 1 2 5 2 5 4 1 2 7 2 3 5 2 0 0 5 2 3070000。 2 1 2, 12 2 1 7 2 7 2 1 0 1 1 0 0 2 9 3 7 2 2 2 9 4 0 0 0五8 1 2 6 4 5 5 2 1 8 1 1 2 4 4 5 7 2 1 9楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。